元気な曲を。今日ね、やろうかやる前かちょっと悩んでたんですが、ごめんなさい、さっきね、アルバムから何曲やるって言ったんですけど、1曲だけすいません、新曲を。イエーイ出来たて本当にほやほやです。まだね、OK も全然できてないです。同級生がね、子供産んだんですよ。私今41なんですけど、すっごい久々の子で、ね、今年のね1月に産んだんです。もうね、生まれる前からもドキ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 しちゃって、一応ね、もう高齢出産ということでね、だいぶハイリスクで、上にね、中学校のお姉ちゃんいるんですけど、もうお姉ちゃんも一緒に応援してね、なんかもう安産祈願じゃないですけど、絶対こう生まれたら曲作るからって頑張ってって、で無事生まれたんですけど、生まれたらね、今度はコロナでね、会いに行けないもうすぐ会いに行ってお顔見てね、曲作ろうと思ったら、まあ会いに行けない会いに行けない、本当にあっという間に半年が過ぎ、もうやっとこの前会えた、もうお座りしてたんですよね。で、まあまあでもよかった、もうすごい元気そうなね男の子でね、2回会って、初めてお家にね、お祝い持って会いに行って、2回目はランチしてね、その時のことをもうそのまま歌にしました。聴いてください。タイトルはですね、寝息。タイトルがね、最初に思いついて、ね、静かな曲になるかなと思ったんだけども、どう見てもその子の顔を見てると元気な曲しかできないんですよ。なんかタイトルがちょっとおとなしい感じなんですけどね、はい、じゃあ寝息聴いてください。ちょっとね、Facebook でも先にアップしちゃったんですけどね、
した。ありがとうございます。ありがとうございます。だからね、息子たちがちょうどね、あっちに見えて、なんかね、一人がちょっとおちゃらけで笑いそうになっちゃって、途中でね。遠くでなんかこんなことやっててね、笑いそうになっちゃいましたけど。はい、では、